どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、みです。さあ本日の5月の25日14時、新しいキャラクターダークサイドオブディメンションズワールドにて我らが相棒武藤遊戯さんがね、ついに登場いたしました。新規キャラクターが追加されたということで、恒例の行事であるキャラクター評価を行っていきたいと思います。私の独断と偏見が入っておりますのでご了承ください。まずですね、キャラクター評価、ここからいきましょうか。ボイス、ボイス星1。なんとですね、新規ボイスほとんど収録されておりません。まずはこの僕は強くならなければいけないんだ。このボイスも全くね、 DM ワールドの遊戯さんと同じです。あのまあダークサイドオブディメンションズワールド実装が結構大人の事情が絡んでるんで、意外と結構ね、なんでちょっと仕方ない部分もあるんですけども、その風間ファン、風間さんファン、あのジャニーズ事務所なんですよね、風間さんって。だからジャニーズ事務所との調整が、なってないということで、ジャニーズ事務所との調整星1です。星1。やっぱね、風間ファンはね、がっかりしてるよこれ。俺もがっかりしたしね。まあ分かっていた、半分分かっていたことではあったんだけども、改めてボイス聞くとほぼ新規ボイスないことにすごいがっかりしています。そして、ポーズ、このポーズね、ポーズ星5、かっこいい。そして顔面星5、かっこいいわ。もうやっぱ遊戯さんのがイケメン、かイケメンだね。顔面はもうマジでイケメン、かっこよすぎる。そして、腕のシルバー、星0。腕にさ、もうちょっとシルバー巻いた方がいいよ、さすがに。腕のシルバーはさすがに星0、シルバーが足りない、シルバー不足。そして、ハードスプレーの使用本数、このあの髪型のね、ハードスプレーの使用本数に関しては星4です。これ実はですね、この DM ワールドの遊戯さんを見ると、なんか結構ガリガリに立ってるんですよね。ゴリゴリに立ってるんですけども、なんかそのよく見て、これちょっとしなってるんですよ。ちょっとしなってるんで、ハードスプレー若干足りないんじゃないかなって思って、なんで星4です。ちょっとおふざけはこの辺にして、おふざけはこの辺にしましょう。真面目にキャラクター評価を、行っていきます。こっからはカード部門について、報酬ね、あのレベルアップ報酬を。これ遊戯さんね、ぶっちゃけカード部門星2です。星2、限りなく星1に近い星2です。新規カードが一応運命の発掘っていうのと、まあ岩石の万平っていうのがあるんだけども、そのレベル35報酬ってみんなすごい気になってて、みんな多分ね。で俺もなんか楽しみにしていたところがあるんですけども、ベータってね。もう既存のカードの2枚目3枚目を結構ぶち込んできてて、まあベータ2枚目3枚目が来てるんですよ一応と、あとバンダルギオンが2枚目3枚目来てるんですよ。なんでまあその点だけ評価するから一応星まあ1じゃなくてまあ2にしたんだけど、まあこれあとタックル性だとね、タックル性だとがあるから星2にしたんだけど、ほぼほぼ星1、ワクワクがない、0、完全0。これさ、もうちょっとどうにかなんなかったの？そのレベル35報酬って大体なんか新規カード結構面白いやつあんじゃん。例えばこのセラちゃんだったら、まあ天のテラス、天のテラスじゃねえ、天テラスとか、城之内くんだったらこのバンドラとか、もう完全新規のカードが一応1枚来るんですよね。遊戯さんね、ネタ切れなんですよ、もう完全に。ここさ、ここなんかさ、そのなんか竜騎士ブラックマジシャンガールとかそっち系のさカードとか、まあそうはあのガンドラクロスまだ言わないけど、なんかそのガンドラ系のカードとかなんか追加してくれて終わったんじゃないの、さすがに。これはちょっと残念ではあるね、俺めちゃくちゃ残念なので、カード評価は個人的には星2です。お次はスキルについて見ていきたいなと、思います。スキル評価星2です。星2、あまりにも微妙、あの汎用スキルがもう一切なしって言っても過言ではないですね。まあ一応ディフェンスチャージとかワンチャン超人武者とかに使わなきゃないけど、まあ微妙。あのこと対人戦っていう、まあ観点から見るとやっぱりその汎用スキルがあるかどうかなんですよね、キャラクター使えるかどうかって。結構
なんですけど、まあ、もうほぼないんで汎用スキルは。癖がすごいみたいな感じ。癖が強い。まあスキル一個一個見ていくと、まあ一応あの面白いスキルはいくつかあるんで星2にしましたけど、まあほぼほぼ星1に近いんじゃないかなって思ってますね。まず闇の地平より、現れるもの、自分が一ターン中に合計2000以上のダメージを受けると、自分のターンに使用できますよ。デッキからブラックマジシャンガール1体を自分のフィールドに出すと。まあ一応この出すっていうスキルは結構強いは強いんだけどね。召喚権も使わないし特殊召喚でもないから、そのなんかそこなしにはまんないしみたいな感じなんだけども、2500以上のダメージを受けていると、ブラックマジシャン出すこともできるよっていう効果なんだけども、そのそもそも論なんですけども、ブラックマジシャンとかブラックマジシャンガールを、出すんだったらですね、あの別にこれじゃなくてナビゲートでいいんですよ簡単なんですよ今。あのブラックマジシャン出すとかガール出すとかって超簡単なんですよ。だから別にこのスキルを使う必要なくて、出すんだったら、まあだから出してブラックマジシャンガールを素材にして、なんかこうあのなんか違うモンスター出すっていう、そういうスキルだったら使えるかもしれないんだけども、そういうスキルっていうかそういうデッキだったら、けどわざわざこれで出す必要あるかみたいなとこがあって、なんかね、なんか微妙な気がすんな。一応このデッキから出すっていう、ここは可能性がある。こういうスキルは大体悪さするんですよ。大体リンクスってこのなんかデッキから出すとかそういうスキルって悪さするっていうのが決まってるんで、これ何らかの使い道はあると思うんだけど、ただ別にナビゲートでよくねっていう話もあるから、魔力カウンターブースト、自分の手札の魔法カード2枚を、相手に見せると、自分のフィールドに表側表示で存在している魔力カウンターを置くことができるカード、まあ、例えばブレイカーとか、アーカナイトマジシャンとか、それからエンデミオンとか、まあ、コントの場とか、まあ、いろいろあるんですけども、そういうカードに一つカウンターを置けますよと。まあ、例えばだからブレイカーだったらもう一回破壊できたりとか、開かないとかもそうだね。まあ、そんな感じの使い方できるんですけども、これもね、ちょっと魔法カード2枚見せるっていうコストがちょっと重いっていうのがあって、まあ、決まったら強い系のスキルですね。ちょっと安定感が多分ないと思うんですよ。2枚はなーっていう、ちょっと多いで、光の護風霊剣、これね、護風霊剣自体はめっちゃ強くて、まあ、リンクスまだ来てないんですけど、スキルでしかないんですけど、相手のモンスターの攻撃宣言時、に一度1000ライフを払って無効にできる攻撃をっていう、これ一応ね永続なんで何回も使えるんで、あのライフがあればだから結構割と強めの防御打になると思うんですよね。で相手ターンに、墓地のこのカードを除外すると直接攻撃できないよっていう効果持ってる、結構強いんですよ。バトルフェーズのスタートステップに打てばなんですけど、これ見てください、タックデュエルでのみ使用できるよと。ああ意味ねえよあんまりタックデュエルだったらもっと強いなんかスキルめっちゃあるんだよね。弟子の召集、手札のブラックマジシャンを、1枚見せると自分のデッキの一番下にブラックマジシャンガールを1枚追加しますよと。で2500以下のライフになっていた場合は、デッキの一番下に追加する代わりに手札に加えることができるよと。まあこれ2500以下っていうところでね、まあ、一応そのコズミックサイクロンとかをまあケアしたんだろうけども、運営さん的には頑張って、わざわざブラックマジシャンをガールかをなんか追加したりブラックマジシャン加えるっていうのがどうなんだろうな。1枚手札が増える可能性があるので、例えばまああの新鋭の宣告者とか打って2500以下にした上でブラックマジシャンを見せるとブラックマジシャンが2枚になるっていうね、手札の。だからまあ1枚手札が増えるっていう部分は多分ちょっと強いんだけど、だからなんだかんがあるんだよね。ブラックマジシャンを加えたところで、まあ、もともとあるブラックマジシャンは多分ナビゲートとして出すだろうし、まあ、手札コストに使えるっていうくらいか、多分サンダーブレイクとか、インガー切断とか、そっち系の、セッティとか、そういう系の、なんかカード入ってるんだったらワンチャンあるかもしれないけどって感じかな。で、土の巨人、自分のモンスターゾーンにブラックマジシャンが存在して、ライフポイントが2000以下の場合、これメタモルクレイフォートレスっていうね、これ映画でも出てきたと思うんですけども、このカードを置けますよって裏側でね、多分ね、これね置くだからね、多分ね置いたターン即あの即座に使えるんじゃないかなって思いますねこれ。で相手のフィードに3000以上のドラゴン族がいればもうあのライフとか関係なく使えますよっていうこのスキルが。でこの効果、このカードの効果は、レベル4以上の自分のフィードのモンスターを装備して、その打点分アップする、まあ、トラップモンスターになれますよみたいな感じなんですよ。だからあのそのサクリファイスエスケープ的な使い方ができるっていうことがありますね。だから例えばブラックマジシャンでぶん殴ってで、メタモルクリフォートレス発動してブラックマジシャンを装備して3500でもう一回攻撃するみたいなことができるんで、結構まあそこそこ強いっちゃ強いんですけども、まあ
んだから何っていう感もあるんだよね。わざわざこれ使うかっていう、まあ、一応サクリファイスエスケープと3500打点になるっていうのと、多分魔法トラップゾーンにブラックマジシャンがいる状態だと、多分ねブラックマジックとかサウザンナイフとか売ってんじゃないかなと思うんだよね。魔法カードブラックマ、自分のフィールド上にブラックマジシャンがいればいいから、確かあれ多分売ってんじゃないかなと思うんだけど、まああえてこれをなんか採用するよりかはガチ環境で言ったらもっとその墓所封印とかそっち系のスキル採用した方が多分勝率伸びると思うんで、まあまあおもろいけどね、面白いけど、まあ、あえて使うスキルじゃねえかなっていう感じで、戦士の献身、これに関してもう、まあ、一応まあおもろいスキルではあるがって感じだね。自分のフィールド上に、自分のライフポイントが相手より低い状態で、開始したターンに、フィールド上にカードが存在しないとき、これちょっと難しいよね。なんもない状態じゃないといけないですからねこれ。手札から一応再装を捨てるとその打点分あの相手のモンスターの攻撃力を下げますよっていう、まあ対象に取れないモンスターとかを下げることができるかも。だから例えば、奈良をあの墓地送ったら多分ね月光ムーンライトとかの打点も2800下げられるんじゃないかなと思うんだけど、ね、一応ね。ただそんなシーンある？まあ一応もしかしたらレベル5を捨ててあの蛮族の表現とかそっち系のまあ、カードでなんかこう特殊召喚してるとかそういうのはあるかもしれないけど、なんかそんなこといちいちして最初展開するかっていうねのがあるんで、ちょっとなんか使い道ようわかんねえなこのスキルも。でスパイダーシーバー、これもなーなんか、まあ、ロマンではあるよね。で竜騎士ガイアモンスター、竜騎士ガイアか、攻撃力2300以上の暗黒騎士ガイアモンスター、まあ失踪とかまああの覚醒とかそっち系の多分モンスターで妥協召喚してなければ多分いいんだけど、がいると、デッキ外から、スパイラルシェイバーを、発動でき、あ、置けますよフィールドに。ロマンですね、はい、ロマンです。今結構天照の竜騎士ガイアとか、結構スパイラルシェイバーも、持ってこれるっていうモンスターとかもいるしね。でこのカードがなんかクソ強いかって言われると別にそうでもねえっていう話あるから、一応 OCG の方だとなんかすごい脳筋なんか強化きててさ、今暗黒騎士ガイアがめっちゃ脳筋でなんかこれ発動しゴリゴリ殴るみたいなデッキはできると思うんだけども、ことリンクスに関してはマジで微妙で、契約の扉、これはねちょっと面白いですね。面白いですけどどうやって使うのかっていう話はある。ライフポイントが2000以下の場合に使用できる、デッキ外から魔導契約の扉、これね1枚を手札に加えると、で相手の手札に死者蘇生を手札に加えると、相手の手札に、死者蘇生を上げちゃうっていう。まあこれ原作再現なんですよ。原作で映画のあのシーンでそういうシーンがあったんで。で、魔導契約の扉を使って確かガンドラクロスだか持ってきたあのシーンあったと思うんですけども、あのねそれだったらさ、スキルでさ契約の扉つってんだからさ、その心さ手札に加えるカードさ、なんか78のドラゴンにしろよ、なんかな闇属性モンスターかにしろよって話じゃない。なんかまたさ、これ相手に死者数で加えて、で窓契約を加えた上で、さらにこのカード使わないといけないんですけども、このカードクソアドソンなんですよ基本的に。自分の手札から魔法カードを一枚選んで、さらに相手の手札に加えながらデッキからレベル78の闇属性を手札に加えるっていう、なんか相手の手札に2枚カードあげるっていう、なんか頭おかしい好きなんですよこれ。何がしたいねみたいな、何がしたいんこれは。でちょっと面白い使い方として一応ディスコードのメンバーと話し合っていたのは、エクスチェンジを使ってこのスキル自体はあのお互いに手札が1枚増えるよっていうスキルなんですよ。簡単に言うとライフが2000以下になると、あの自分はこれ加えて相手はこれを加えさせるっていう効果なんで、だから、エクスチェンジ使って、窓契約の扉を相手に送りつけながら、相手に送りつけた、これをパクるっていうことができるんですよ一応、あのエクスチェンジ1枚で。だからそういう死者蘇生が絶対使いたいみたいな、パターンの人はワンチャンあるけど、マジで何がしたいんってなる。マジで何がしたいんスキル第一で、クリボー変化、自分の、手札フィールドのクリボーモンスター一体、クリボーモンスターってのはこいつだね、こういうモンスターたちを、選んだクリボーモンスターに変えますよ、まあ、一瞬ちょっとワンチャン強いかってちょっと思ったんだけども、クリボーをクリボールに変えるとかね、いや、思ったんですけど、それクリボール最初から積んじゃえばよくねっていう話はあるんだよね。一応その羽クリボー、
を呼ぶ笛あるじゃん、クリボーとか羽クリボー呼ぶ笛、あれをガン積みすると実質多分クリボール6積みデッキみたいなクリボールデッキジャッジっていう、ジャッジクリボール6枚入ってますこいつみたいなデッキが多分できるとは思うんだよね一応。だからなんだっていう感はあるけどね。で、巨兵万兵、これは自分の墓地に存在する全ての岩石の巨兵モンスター、岩石の巨兵を、岩石の万兵に変えると。万兵がそもそも結構強いんですよね一応。あの岩石族がフィールドにいるとこいつ特殊ができるよっていう墓地から効果なんで、結構まあそもそも強いんですけど、単一なだっていうのと、岩石族があんま強いのいなくて今、まあチューナーとかいればねよかったんだけど、岩石族チューナーとかあんまいないんでね今。あのアダマシアだっけ、なんか OCG でも結構確か新規あのカードなんで、今いないんですよあの岩石族チューナーってほとんど、あの OCG にもで、リンクスにはもう完全いないんで、微妙ですね非常に。まあ、一応あの岩石出して、まあ、融合順位セーブつけて岩石だったりするから、ああいうモンスター出してなんか岩石の番で特殊召喚して、メガラニカ出すとかはできるかもしれないけど、それやるほど強くはないっていうかいう感じなんで、まあ、総じて、まあ、スキルはまあ2ぐらいなんじゃないかなっていう評価はね感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、総合評価最後に言っとくと星2ぐらいですかね、星2ぐらい。まあ、顔面とかがかっこいいんでまあいいんですけど、全然星2でも、でもやっぱりね対人戦とかで使うとなると星2ぐらいの弱小キャラクターの、仲間入りおめでとうございます。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。